いられた。続けなさい。ところで、地上げ屋から恵花さんを助けたと聞いた。助けただなんて。大勢に囲まれたそうだが。はい。多勢を相手にするときは投げが有効だ。投げが？友人を助けてもらった例に少しお教えしよう。例えばこうした密着状態の場合、相手が盾となり、投げることによって周りにいる敵の動きも封じられる。なるほど。まず相手をつかみ、投げたい方向に崩すのだ。林健、相手を。はい。よし、今の。さあ、続けたまえ。はい。よし、今の。さあ、続けたまえ。はい。よし、今の。これで最後だ。わしに向かって投げてみたまえ。はい。よし、今の。コツはつかんだようだな。ええ、どうにか。武術は人のために使うもの、人助けのために役に立てばと思ってな。ありがとうございました。